チャールズダブー・スウィーニーはアメリカ合衆国空軍の軍人。最終階級は少々。1945年8月9日、長崎市にプルトニウム型原子爆弾ファットマンを投下した B-29 ボックスカーの機長である。スウィーニーはマサチューセッツ州ローエルでアイルランド系移民の父母のもと6人兄弟の次男として生まれた。 ノース・クインシー高校を1937年に卒業後、ボストン大学とパドゥー大学に通学。1940年11月にアメリカ陸軍航空隊の飛行士官候補プログラムに合格。1941年4月28日にアラバマ州タスカルーサの陸軍航空隊に入隊し、アラバマ州モントゴメリー、ルイジアナ州、シェリーブポートでの飛行訓練を受けた。 この飛行訓練の期間中の1941年12月7日に日米海戦を迎えている。同年12月12日に飛行訓練を終え、インディアナ州のジェファーソン性能試験場に商位として配属となり、軍用機や爆弾等の飛行試験を担当した。1943年6月にフロリダ州のエグリン基地に配属となり、作戦士官及びテストパイロットを務める。 このエグリン基地は陸軍航空隊の航空機の修理を担当しており、スウィーニーは B-17、B-24、B-25、P-51 等のテスト飛行を重ねるなど、1944年の夏までには陸軍航空隊が所有するすべての機種を操縦したという。百四十三年九月にまだテスト飛行を重ねていた b を 初めて目にし、テストの責任者であったポール・ティベッツ中佐と出会った。スウィーニーは自らティベッツ中佐に交渉し、すでに決まっていたインド方面への配属を変更してもらい、B-29 のテストチームに加わることとなった。その後は、主に B-29 に装備された中央砲撃システムのテストを担当した。その間、 1944年1月には、ボーイング社の仲介で、チャールズ・リンドバーグが B-29 を操縦した際には、主パイロットを務めるなどした。1944年夏には、少佐に昇進し、ネブラスカ州、グランドアイランドで B-29 のパイロット訓練教官となった。その後、1944年9月11日に、ティベッツ中佐に従い、 ユタ州のウェンドーバーフィールドに移動した。スウィニーは転属後すぐに新たな部隊の任務が原子爆弾の投下作戦であることを知らされた。アインシュタインの相対性理論について読んだことがあるかねマクラナハンは率直に抑揚もない調子で尋ねた。彼は話しながら決して私から視線を逸らさなかった。そして言った。一つの爆弾が一つの都市全体を こんな風に破壊してしまうのだ彼は握っていた土を宙に放った。土が風に舞って去るのを私は眺めていた。人生には決して記憶から拭い去ることができない瞬間というものがある。この時がまさにそれだった。決して忘れないだろうと自分でも分かった。詳細を一つ残らず、一機の飛行機、一個の爆弾、一つの都市、 私は物理学的なことはよく理解できなかったが、その意味するところははっきりと理解した。著書、私は広島、長崎に原爆を投下した103から104ページより、引用このシルバープレートとコードネームを付けられた原子爆弾投下作戦については、少数の士官以外には内容は伝えられていなかったが、スウィーニーは、 爆弾投下のための機体の操縦方法についての訓練を担当するようにティベッツ中佐から選ばれたために初期の頃から原子爆弾を使用することが伝えられていたのであるスウィーニーは原子爆弾を模した模擬弾を用いて B-29 への搭載手段投下手順の策定などを行っている1945年1月6日には 第320輸送機船隊の指揮官に任命された。スウィーニーは1945年5月4日に第393爆撃隊の指揮官になり、6月23日にマリアナ諸島のテニアミへ赴任する。何回かの訓練飛行への爆撃訓練を経て、7月20日に初の実戦任務飛行に出撃した。その後7月24日、7月29日にも、 兵庫県神戸市北海の爆撃に参加している。8月6日の広島市への原子爆弾投下作戦には科学観測を担当する B-29 グレートアーティストの機長として参加した。テニアンに帰還した後、スウィーニーはティベッツ中佐から2回目の原爆投下の指揮を取るようにとの命令を受けた。8月9日に B-29 ボックスカーの機長として 原子爆弾ファットマンを搭載して出撃。出撃直前に燃料ポンプに故障が発生し、予定分の燃料が使用できない状況となったが、作戦の延期を回避するために出撃を強行したという。薬島上空での写真撮影機 B-29、ビッグ、スティンクとの会合に失敗した後、第一目標であった小倉市へ向かったが、 前日の八幡市への爆撃で生じた火災の煙が垂れ込め目視での爆撃が困難であった。さらに降射砲や戦闘機での迎撃があったために長崎市への目標変更を決断した。すでに予定より少なくなっていた残り燃料から2回以上の爆撃工程を行うだけの時間はないと考え同乗していた原子爆弾についての責任者である。 フレデリック・アッシュワース海軍中佐に対しレーダーによる爆撃を進言、爆撃工程に入った。しかし結果としては爆撃士カーミット B 班隊員が目視で長崎市街地を確認し、爆弾が投下された。投下された原子爆弾、ファットマンは TNT 火薬22キロトンと同じ威力を持ち、長崎市の約60%が破壊され、およそ7万人が 犠牲になった。スウィーニーは残念量が少ないため沖縄へ着陸することとし、残りわずか26リットルというギリギリの燃料で着陸した。テニアンに帰還後、8月14日には B-29 ストレートフラッシュに登場し、愛知県コロモ市のトヨタ自動車工場への爆撃に出撃した。翌日、8月15日に日本は無条件降伏した。 8月25日に銀星賞を受賞。9月3日にティベッツやビーハンらとともにテニアンから神奈川県の厚木飛行場に移動、初めて日本の土を踏んだ。東京の第一ホテルに滞在し、上智大学を訪れるなどしたという。数日後、長崎県の大村飛行場へ移動、長崎市内へ入った。スウィーニーは、 前妻孤児が多く在院するカトリック系の孤児院に寄付をしたという。また、スウィーニーの改装によれば、長崎市への原爆投下後、初めて市内に入ったアメリカ人であったとしている。スウィーニーは爆心地に立った時のことを一家のように改装している。私は、瓦礫の中に立ち尽くし、両方の陣営でいかに多くの人が死んだことか、その場所だけでなく、 戦争が行われたすべての恐ろしい場所において、どれほどの人間が命を奪われたかを考えて、悲しみに襲われた。当時私は戦争の残虐性について、苦しんだのが、自国の人間であろうと他国の人間であろうと決して、誇りや快感を覚えたわけではなく、それは今でも変わらない。すべての命は、かけがえのないものであるからだ。だが私は、 自分が立っていたその都市を爆撃したことについて、後悔も罪悪感も感じなかった。破壊された周囲の光景が物語っていた苦しみは、日本の軍国主義文化の残虐さと、過闘な民族を征服することを光栄とし、日本がアジアを支配する運命にあると考えていた、伝統によってもたらされたものだからだ。後悔と罪悪感を抱くのは、 日本の国家のはずであり、偉大なる野望を達成するために、国民の犠牲を惜しまなかった軍の司令官たちこそが、咎められるべきであった。著書、私は、広島、長崎に原爆を投下した284ページより、引用1945年11月16日に、スウィーニーは、ニューメキシコ州のロズウェル空軍基地に戻り、原始作戦に従事する航空機搭乗員を訓練。 1946年6月28日に予備役士官部隊へ移り、中佐に昇進した。その後はマサチューセッツ州の空軍州兵に所属し、1956年2月21日にマサチューセッツ空軍州兵代百に戦闘航空団の司令官となり、1956年4月6日に最も若い順将に昇進。 1979年12月27日に退役。その後、生涯にわたって原爆投下の正当性と必要性を確信し、1995年に起きたスミソニアン博物館における B-29 エノラゲーの展示方法についての論争においては、アメリカ上院議員運営委員会において退役軍人の立場から、 当初のスミソニアン博物館側の展示案を批判し、原爆の被害についての展示、説明を縮小し、旧日本政府の侵略行為と原爆投下による戦争終結の功績について説明を行うように求める証言を行っている。さらに、1997年に、私は広島、長崎に原爆を投下したを出版。 同社の中で原爆の投下が戦争を終結させたと主張している。1960年代にローマ法をヨハネ23世に越見し、被爆地への支援を要請していたことが家族の証言にて明らかになった。2004年7月15日にボストンのマサチューセッツ総合病院で死去。84歳。井上久編、写真に見る。 太平洋戦争新庁舎1995年145ページによると、トヨタ自動車の写真には、8月14日午後2時、3機の B-29 が、衣工場等に、それぞれ一発の大型爆弾を落としていったとの記録があり、これが第509混成部隊によるパンプキンの投下と考えられる。スウィーニーは8月14日の出撃に関して、部隊の雰囲気は、 誰もがジョージ・プライスにはなりたくなかったと回想している。ローマ法王に被爆地復興支援要請長崎原爆10日の B29 基調、中日新聞。ありがとうございます。